沖縄県議の安市普天間基地に対する抗議、集会日本の陸地の零点六パーセントを占める沖縄本島は在日米軍の約七五パーセントが沖縄県に駐留しており、沖縄本島の土地の約十八パーセントを軍事施設が占めている。九百六十年に改正日米安全保障条約が批准された後、日本国全体で大規模な抗議行動が行われ、 推定3000万人の日本人が参加した在日米軍が沖縄に強い関心を寄せている中、県民は日本で最も失業率の高い経済問題に直面しているのみならず外部資本からの投資獲得に苦心している。沖縄は米軍に協力するために日本本土に利用されていると議論されており、大規模な沖縄市民の反対の声は依然として沖縄に変革をもたらすには至らず、 2万0千人の米軍が沖縄に残っている。米国は第二次世界大戦以前まで対外政策としてには、問答主義を方針としていた。しかし、第二次世界大戦以降の世界情勢に対しては、冷戦体制の変浴として、世界各地に軍事基地を整備するようになる。沖縄においても、1945年の沖縄戦後、1972年の 日本復帰までアメリカ合衆国による沖縄統治となった関係と地理的要因により広大な土地が接収され米軍基地として整備されることとなる。沖縄戦直後の米軍は沖縄を日本帝国主義に支配された非日本地域であると認識すると同時にその自治能力を過小に評価していたため市町村長、市町村議会選挙を実施したにもかかわらず、 政党の行動制限をかけるなど、沖縄人に対する抑圧的な対応を行った。また、強制的な土地摂取や米軍人、軍属の一部による犯罪の軽視姿勢など、米軍の強権姿勢は、沖縄人の反米感情を激しく高めることとなった。これらの反米感情は、やがて、1956年の島ぐるみ闘争や、1960年の 沖縄県祖国復帰協議会の結成などを経て1972年の日本国への返還へとつながっていく。沖縄の日本への復帰は在沖縄中流米軍の規模整理、縮小、兵力削減、日米地位協定の対象並びに運営の見直しに至るが同時に安保闘争の失敗などから他の日本地域に居場所を失った活動家の流入を招くこととなり、 他の日本地域並みを求める拙速な要求を過激に繰り返す温床となっている。1955年、カデナ基地近くで米兵による6歳の少女に対する暴行、殺害事件が発生し、1週間後には別の兵士による児童暴行が発生した。これが米軍に対する最初の抗議集会へとつながる。1956年6月9日、 琉球列島前国民政府は沖縄立法院が全会一致で求めた土地を守る4原則に対してプライス勧告を発表。反発した議員らは辞任をもって意思を示し、16の政治組織が合体して全沖縄土地を守る協議会が結成され抗議集会が開かれた。これには20万人が参加したとされる。この頃、 軍の駐留によって農家に制限があるとし、土地と私有財産権の確認を求める運動が展開される。また、一部、自分たちの島が戦争準備の道具として使われ、その結果、より多くの人々が犠牲になることを望まないと反戦を求める声が上がる。また、ベトナム戦争時においては、反戦感情が高まり、沖縄に配備されている。 核兵器に対する抗議なども行われた。1965年、読谷補助飛行場で行われた、米軍訓練中、少女がパラシュート投下されたトレーラーの下敷きとなり死亡した。この事故に対し、島における米軍活動停止を呼びかける集会が行われ、1万人が参加する事態となる。2016年6月、 元海兵隊員による20歳女性への暴行、殺害事件に抗議する集会に推定6万5000人が参加。当時の沖縄知事、小長雄氏はこの事件に対し米軍の退去を主張した。1970年12月、小座市での緊張が3000人以上の沖縄市民と米軍憲兵との衝突勃発をもたらした。衝突はアメリカ人運転手が 沖縄県民を跳ねて警鐘を負わせたことから始まった。群衆に対処するために駆けつけた憲兵が警告射撃を行い、それがさらに群衆を増大させた。この衝突は夜を徹して続く暴動となり、82台の車が燃やされ、88人の負傷者が出た。この自然発生的な暴動は、米軍支配下で劣悪な扱いを受けていた沖縄県民の分岐点であると考えられた。 1995年9月、キャンプンセに勤務していた海軍と海兵隊の3人の米軍兵士が12歳の沖縄の少女を誘拐、暴行した。この事件は沖縄ではアメリカではなく日本の当局に告発するよう求める大規模な抗議活動をもたらし、犯人らは那覇地方裁判所で起訴され判決を下された。島中に抗議が広がり、 ギノワン市海浜公園で8万人の沖縄県民が事件に抗議した。国際的なニュースとなった、この事件は帝国主義の被害と女性の保護を求める対話へと移行した。これは日米地位協定改正の是非をめぐる沖縄での論争に発展した。事件は物議を醸している普天間飛行場の移設を要求する原因となった。事件の後、米国は 普天間飛行場の閉鎖と宜野湾市の中心部からの移転への同意を迫られた。一説については沖縄県民の間で議論され、また争われたが、普天間基地の運用は幾年も続けられたままであった。2013年12月、沖縄県知事中井正宏太が辺野古湾基地の建設に着手。二千十八年八月十一日、米海兵隊普天間基地を 岐野湾市に比べて人口の少ない漁村である辺野古に移設することに反対して多数の人々が沖縄県の県庁所在地である那覇に集まった。基地反対者は基地が島を横断するのではなく島から完全に移転することを望むと主張。一部の環境保護団体は湾内のサンゴやジュゴンに悪影響を及ぼす可能性があるとして ヘノコへの移設に反対を表明している。2019年2月、ヘノコ米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票が行われ、投票者の70%以上が新しいヘノコ基地の建設に反対票を投じた。投票の結果を受けて、安倍晋三首相は基地の移転について沖縄市民の理解を求めた。反対派は、 東京では彼らの声が聞こえないと感じていると主張している。1959年6月、カデナ基地からから飛び立った F-100 戦闘機が沖縄県うるま市の小学校に墜落した。墜落により17人が死亡し、210人が負傷した。カデナ基地周辺の住宅地は航空機からの危険なほど、 大きな騒音にさらされており、ベトナム戦争中、騒音レベルは住民の難聴を引き起こすほど危険であった。何十年にもわたる騒音記録からの研究では、地域住民の難聴リスクが主張されている。2012年4月27日、日米安全保障協議委員会は、黒葉光一郎外務大臣、田中直樹防衛大臣、ヒラリー・クリントン国務長官、 レオン・パネッタ国防長官連盟で共同発表を行い、約9000人の海兵隊の要員がその家族と共に沖縄から日本国外の場所に移転されることが表明された。海兵隊はグアム、ハワイ、またはオーストラリアの他の軍事基地に移動される。しかし、再編成はまだ行われておらず、2024年に行われると推測されている。ありがとうございます。